はい、それではお呼びしましょう。カーペットパイソンです。どうぞ。はい、ご登場いただきましたが、大丈夫ですか？凶暴性はないですか？普段はない。ちょっと興奮気味だそうで、大丈夫でしょうか？ありがとうございます。え、マジ？川栄里奈さんです。どうぞお入りください。よろしくお願いします。 AKB48 チーム A の川栄里奈です。はい、よろしくお願いいたします。はい、川栄さん、今後ですね、はい、シートレマーズのようなホラー映画への出演のオファーが来たら、はい、どうされます？出演されますか？そうですね、私ホラー映画すごく好きなので、はい、出演したいです、ぜひ。あら、はい、どういった役どころがご希望ですか？ホラー役？ホラー役？たくさんありますね、ゾンビだったりとか、はい、お化け、幽霊だったりとか。はい、やってみたいです。すべてですか？はい、こう特殊メイクとかされるじゃないですか、ね、興味ありますね、すごく。はい、あの、はい、この間私も拝見させていただきました、はい、バラエティ番組の、ランキングのショックの方はどれぐらいの大きさだったのかちょっとお伺いしてもいいでしょうか？それはちょっとダメージが大きすぎてちょっとあんまり、はい、あのショックすぎて本当にショックなんですけどはい、あのバカが地上テレビでバカがバレてしまったので、はい、ちょっと今日はあのこの講義であのちょっと頭を良くなろうかなって思います。はい、挽回します。チーム A のみんなからは、はい、先輩後輩たくさんいらっしゃると思いますが。あ、いますね。はい、はい、どういった反響がありました？いや、あの指さされますね。指さ、はい、バカだって言われます。はい、なんか一番こう、はい、心にぐさっときた一言っていうのは誰か、先輩方お一人。あの高橋みなみさんが、はい、高橋みなみさんもバカなんですけど、あのすごい、ランキングで言うと川合さんの次次なんですよ。私の次にちょっと頭が悪かったんですけど、はい、ちょっとそのなんか1位と2位であんまりなんかその差がないのに、すごく私のことバカバカと言ってくるんですよ、高橋さんが。なのでちょっとショックですね。それもショックですね。はい、ショックです。でもあの高橋みなみさんと川合さんの得点は20ポイントぐらい違ったっていう、はい、あ、だけどそれ嘘ですよね。本当にそれはあんまり多分ね、20点なんて全然ちっちゃいもんですから。それは嘘だろうが、はい、嘘だろうが、はい、そこは。ありがとうございます。今日は、はい、いやでもね、はい、バカっていうのはちょっとね、自信を持った方がいいよ、バカってことに。そう、あのバカって誇りに思った方がいい。え、本当ですか？いや、だってあのバカと、ね、はい、ね、天才は紙一重なんだよ。お、じゃいいですね。いやいやいや、あのね、天才っていうのはバカに見えるの。あのまあ、こういうイベント、その AKB 以外のイベントでこうやってそのソロで出られるの、はい、今日初めてということだったんです、はい、どうですか、やっぱ一人で。緊張しますね、うん、はい、すごく緊張しました。でもあのすごくいろいろ海のことも知れたのでよかったです。どうですか、満足度の。満足度は、はい、90% です。あの初めて首に巻いたんですけど、あのでも意外とこう想像してるよりかはすごい蛇っぽかったです。なんかあのあのなんかあの鱗みたいな想像してたんですけど、全然結構滑らかなんですね、蛇は、うん、だってね、うん、張って進むんだから滑らかでなきゃ引っかかっちゃうじゃない。あ、そっか、うん、確かに滑らかで、はい、良かったと思います。映画の満足度が 90% で言うんですけども、はい、あとの 10% は何ですか？あとの 10% ですか？やっぱりあの海の生き物じゃないですか。なのでちょっとそこで 10% かって意味わかんないですね。絶対意味わかんない。やっぱり海のお話ですのでね。やっぱりあれ、自分が実際に襲われて 100% ってことですか？そうですね、多分あのやっぱ見たことね、そう、あの実際で見たことがないので、うん、やっぱそこは 10% かなと思います。はい、実際見たら100ですね、うん、はい。